マチュアでもこれを上演して人に見せたい、つまり無料、いかに無料公演でも2時間とか1時間半とか人間を拘束したいっていうふうに思うんだとしたら、だよ、そしたらそれはやっぱりその書いたものに対して客観的なジャッジを求めるしかないわけで、誰でもね、むやみやたらに渡して感想を聞くと傷つくので、普段一緒に映画見てすでに発表しているものをなんかそのまま発表するっていうわけじゃなくて、やっぱりまだ誰も言葉にしたことがない感情だったり、あの出来事だったり、あのそうですね、心の、本当にでも心の中の言葉ですね、それを。そんなお客さんは優しくないってことを知ってほしいんですよ。で、作り手の思い通りには聞いてくれないです。これなぜかというと、普通に考えてもらったら分かると思うんですけど、お金を払って時間も割いて、けれどもわざわざお芝居を見に行く、でその時にその作り手の都合のいいものだけ見せられたらうんざりなんですよ。書きたいけどもどうやって書いていいか分からないとか、書くのが難しいとか、そういう人が多いんじゃないですか。そういう人に書けるなら見ませんよね。そういう書きたいけど書けない、どうやって書いていいか分かんない、書くのが大変だ、書くのが苦しいっていう人に私はお話をしたい。私も苦しかったし、今も苦しい、書くの苦手、そういう人間がどうやって脚本を書いてるかってお話をします。の方言でもって喋る。で、ここ、まあ、岩田っていうのは僕浜松なので、浜松の隣が岩田なんですけれども、なんで、まあ、一応僕は地元のお国言葉が使えると思って、大変身も蓋もないことを言いますとですね、あの劇作、まあ、劇曲を書く方法を、まあ、どういうふうにしたら書けるようになるのかっていう、プロットっていうのの言葉、まあ、劇演けど、これ罠とか仕掛けとかっていう意味があるらしいですね。なんか引っかかるみたいな、プロットっていう言葉にそもそもそういうのがあるみたいなんですけど、もうまさにソフォクレスはその罠を、私それを見た時、自分が演劇をする時はこういうことは絶対やめようって決意しました。つまり同じ人が変身しなかったら意味ないんですよ。別な人だって子供に思わせてどうするんですか。ものすごい反発しちゃって許せないと思いました。だからその劇団30丸を旗揚げしてから今まで全部本当に早替えでその人が変身するようにしたのは、そのこれがボーリングに行こうというセリフのコンテクストです。伝えたい情報、書かれた意味です。で、このコンテクストを理解する、まあ、コンピューターやロボット、今、まあ、対話の言葉というのは決して自然状態で生まれるわけではありません。まあ、他の、こういうことを先に考えると、あんまりうまく、演劇の場合にはあまりうまくいかないんじゃないか、ということなんですね。これはどちらかというと、まあ、シナリオの書き方という言葉に象徴される、テレビドラマとかですね。で、私の、まあ、あくまで私の方法、教授法ですけれども、私自身もこの通りにいつも台本を書いてるわけではないんですが、教授法としては、ここで一回また、まあ、第3回、第4回にわたって、どういうふうに戯曲を書くかということを、まあ、お伝えしてきたんですけれども、まあ、それ以外にもですね、私は、今日の話はですね、極めて私の、まあ、独断と偏見に満ちた日本の演劇史についての解釈ですので、まあ、大変、異論とかですね、お叱りもあるかと思いますけれども、まあ、こういう考え方もあるんだということを、まあ、ご理解いただければと思います。まあ、ここで皆さんにお話をしながら考えていたこと、それからここへ来る前に考えていたことと、それから皆さんとお話をしたりしながら転ばない、その場合に転ぶ人のことを笑えるわけですね。ところがよく自分も転ぶ人っていうのはその笑えないというふうに、アリストテレスのその喜劇の理論、笑いの理論でいうと、まあ、ストレートプレイを目指している方もですね、
勉強になるだろうという感じがするんですね。状況設定をして、それが展開して、オチができる。で、最近オチっていうのはですね、それほど重要視しなくなった。落ちなくてもいい、なんかわけがわからないままに